今回はマキタのコードレス電動工具です。バッテリーで動く電動工具ですね。今回はこれはまあ主役じゃないんですよ実は。これはドライバーですね、はい、電動ドライバ でこれはディスクグラインダー。本当はここにディスクみたいのつけて使う工具なんですけど、あ、なんかこう、はい、船の底を磨いたりみたい なるほど、鉄板をきれいにしたりとかですね、切断したりとかってちょっと乱暴な工具なんですけど、ただですねこういうの非常に使うと便利なんですけど、僕のような素人というか普通の人はですね使うのも年に3回とかみたいな、もうちょっと使って月に1回とか、ディスクグラインダーなんか本当に年に1回ぐらいですよ。なんでこんなの買ったかっていうと、もう切りたいもの、切りたい金属があって、なんで切りたいかっていうと長いままじゃ捨てられないっていうことで、どうやって切るのこんな硬いもんとか思って調べたらディスクグラインダーが一番いいよっていうことになって買って、1回使って終了みたいな終了みたいなそんくらい素人は使わないんですよ。でただこういうバッテリー式のだとコードつながなくていいんで、非常に楽に使えて便利。ただバッテリーだと、バッテリー式だとバッテリーも高いし充電器も高いしで、結局こういうコードレスの工具ってかなり割高になっちゃうんですね。のになんか月に1回ぐらいとか年に1回とかってなんかもうちょっとこのシリーズを活用したいな。でちなみにこれはですね、ここにバッテリーがついてまして、バッテリーは同じものなんですね、共通品なんですよ。でこれ以外にもいろんな工具が出てて、プロの人はまあこのバッテリーに応じてその周辺の工具を揃えていくということですね。ただ私のような素人の場合はこれ以上工具を増やしても使わないものが増えてしまうんでな、どうにかならないのとか思ってたら、こんなのがあるんですよ。掃除機掃除機のここに例のバッテリーがつく、でこういう風に使える、これいいんじゃないのとか思って、実はねこの存在は前からしてたんですよ、してたんですけど、これまあ、プロ用の一応プロの現場で使うために売ってる感じなんですけど、ほらだってなんか削ったりして後で片付ける時に必ず必要じゃないですか、大工さん系とかね、前からあったんですけど、中にこのゴミがいきなり入ってザラザラって捨てる式だったんですよ。僕はそれちょっと好きじゃなくて掃除機の中を掃除するためにもう一度掃除機が必要になっちゃうみたいな感じなんで、チェックミスだったんですけど、いつからか紙パック式が出てたんですね。でこれ実はここに紙パックが入ってまして、こんな感じで使い捨ての紙パックが売ってるんで非常にクリーンに使える、これはいいっていうことでこれ買いまして、使い始めたらもう非常に便利なんですよこれが。まあ私的感覚でいうと、かなりこういうポータブルなコードレス掃除機としては吸引力が非常に強い、あとですね強と弱の運転があるんですけど、強で20分で弱だと40分使える、でですねこの場合はバッテリーを交換すれば、そうか、だから強で20分2本あれば強で40分3本あれば、しかもいつも全然使ってないバッテリーを活用できる嬉しいみたいな。ちなみに充電器はこんなの、プロ用工具なんで、ここから送風しつつバッテリーを冷やしつつ、充電できたりする感じです、ね、送風こんな感じでセットするんですけど、はい、ちょっとやってみましょうか。まあ、この音もするというね、楽しいという現場が楽しくなるということですね。あ、ちょっと和みますね、癒されます。ここから吸って電池の中を通って前から多分出てると思いますね。で急速充電ってバッテリーが熱くなったりするんですけど、バッテリーがずっと熱いままだとバッテリーの寿命が短くなるから、だからそれにならないように冷やしてるってことですね。だいたいこれ空にしちゃった状態で20分ぐらいで満充電できるんですよ。すごくないですか。すごい、プロ用だもん。すごい、それはすごい。だからいろいろ高いんですね。なるほど。あ、もしかしてこの子も高いんです。実はですね、この掃除機が単体で買うとメーカー価格が11,500円なんですよ、でこういう、まあ、なんていうんですかね、このヘッドとかもちゃんとついてるんですけど、はい、この電池と充電器がついたセットだといきなり36,000円、高級品になってしまうので、これを持ってすでに持ってる人は本体だけ買えば、まあ、11,500円だと。実勢価格はもうちょっと1万円全然切ってると思いますけどね。ちなみにこの充電器、はい、充電完了の時に音楽が流れる、
でその音楽がですね4曲入っている。それを選べる。楽しい。癒し効果付き充電器。なるほど。ちょっと受けてますけど、バッテリーを一瞬入れるとすぐ音が出るんですけど、その曲が選ばれるって感じですね。これか、うん、いやこれは気に食わないって場合は一回抜いて、うん、これも気に食わないな、あこれ好きみたいなね、俺はこの曲でいくぜみたいな。でこれをここで今刺した時の音が充電完了時に鳴り続けると。であとこれ以外に音楽機ピーって音とかピピって音も選べるんで、まあ、音楽なんか聴いてられるかいっていう人はピーにするとかね。あお楽しい楽しいね、なんかクラシックなのって感じですけども、まあ、こんな音楽がなるという。なるほど、明るい現場になる。そこそこ気になる品物の数々、略して粗品。スタパさん、今回の粗品は何ですか？はい、今回ですね、ジョンソンのトイレスタンプクリーナー。気になってた。これなんかCM とかで見て気になりますよね。気になってた。で僕も気になったんで使ってみたんですけど、こんなものが入ってまして、ここを剥がすとですね、ここにこうネバネバのなんかこれスクラッピングバブルっていうらしいんですけど、はい、ジェルみたいなのが入ってますね、はいはい、でこれをトイレの壁面にペットってくっつけると1回分が吸着するんですよ。トイレを流すたびに、そのこの薬剤がですね、トイレの表面にですね、マラゴニー効果、マラゴニー効果ってちゃんと学術的な用語らしいんですけど、表面張力の差で、水とかの表面のものが広がっていく現象なんですけど、トイレの壁面にペタッてつけるんですけど、そこに水が流れるとトイレの表面全体にこの薬剤が広がると。でわしが何を期待して買ったかっていうと、うちのトイレ暑いんですよ。で西日が差したりして、でちょっと汚い話ですが、掃除して1週間ぐらいすると、だいたい夏場はもうピンクのカビ、あと水の縁にちょっと黒いカビが出てきたりして、もう全然きれいに使ってるのにみたいな感じで、まあカビが毎週毎週生えてたんですけど、うん、で掃除してたんですけど、これを使い始めたらですね、ピタリと、マジっすかっていうぐらいカビ全然生えなくなりました。ちなみに1週間に1回ペタッてやるのがおすすめなんですが、うちの仕事場のトイレ僕しか使わないんで、まあ、3週間ぐらい持ってますね。まあ、普通のご家庭だったら1週間に1回で、でこれは1箱に 6回分、6週間分だったかな、そうですね、6週分入ってます。吉先生どうですか？なんかね、これやってみたかった。やってみなかった。これが楽しそうだなってちょっと思ってたんで。これはね、意外とあんま楽しくないですね。一回つけて、なんかもうちょっとなんかやりたいんですけどみたいな。Amazon で、1箱、6週間分で349円。まあ349円で相当掃除がサボれるんだったら、うん、全然ありですね。でですね、まあそんな感じで、この月に1回未満とか年に1回しか使わなかったバッテリーが活躍して気持ちいいんですが、うん、実はですね、いろんなシリーズ他にもありまして、こんなのもある。これはライトですか？現場用の作業ライトですね。はあ、これだったら家庭でもちょっとなんか使えるんじゃないか。家庭でどうやって？ほら、なんか照らせるという。あ、なるほどね。読書夜ちょっと読書をしたい時に現場用ライト、男の現場用ライトみたいな。かっこいい。頭悪いですね。ちなみにこういう、おお、こっち側が蛍光灯で、はい、もう一回押すとハロゲン的なライトがつくわけですね、はい、これなんかあれですね、こうどっちも LED じゃないところがちょっと現場的な感じがしますね。そうなんですよ、もうなんか男な感じですよ。LED なんてちまちましたもの使ったら一回みたいなね。メーカー価格が本体部分が3500円、うん、まあ普通の、まあ、こんなストラップがついてる、これを上に吊るして下を照らしたりとか、あとこの位置を変えて逆さまにしたりとか、これをこうかけてみたりとか、まあ置くんでもいいんですけどね。これはバッテリーでどれぐらい使えるんですか？蛍光灯で200分。200分で、こっちのフラッシュライト
で、640分。10時間と40分ですね。一晩越せますね。そうですね。リチウムイオン電池が使われてるんですね。なのでリチウムイオンの特性として、例えば今日満充電にして普通に保管するときは満充電保管がいいんですよ、うん、で満充電で保管しておいて1年後に使っても意外と普通に使え残ってるというか、うん、まだ全然減ってない状態。まあこれはでもな、やっぱり2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいしか使わないんですけど使った後いつも満充電にしてしまっとくんですよ。で ある日あれ前使ったの何ヶ月前だっけ、電池平気かなっていうの毎回思うんですけど、必ず電池が使えますね。これはリチウムイオンのいいところ。自然放電が少ないんですね。そうですね。ということで三上先生もこのシステムで揃えてみたのかな。他にもなんかいろいろ変なものが、変なものとか言うと牧田の人が怒られるんですけど、ほら充電式ファン、おお、扇風機になるという電池で動くまたなんかちょっとこう武骨な感じの、武骨な、もう男の中の男の扇風機って感じでしょ。あとまあいろいろこのシリーズで揃えると、あの園芸系で、充電式ブロワーっていう、こう葉っぱなんかを吹き飛ばしたりできるのが使えたりですね。あとバリカンがあったりとか。草ですか？そうですね、あの植木垣根とかを揃えたりするものもあるので、まあそっちの方の袋もこういう電動工具を使うってことですな。まあでも家庭でも使えるので、日曜大工系電動工具大好きだけどそんなに機会はないけどでも欲しいから買うぜっていう人はこういうものもこの視野に入れるとね、毎日これを使うわけでもないんですけど電動工具以外の用途も賄えるということで、結構揃えると面白いんじゃないでしょうか。